想定してねえぞ。ある、スバルに伝えてほしいことがあるの。レグルスって滞在司教がいるわ。けどもっと他にあんだろう。囚われのお姫様なんだぜ。そんなに強くなくていいだろう。私強がってるわけじゃないの。プリシュラには後で勝手なお願いしたこと私から謝るから。さっきの話兄弟たちにちゃんと伝えてやる。本当におとなしくしてろよ。ジョークじゃねえぞ。よかった、これでスバルたちにちゃんと伝わってくれるわね。アナスタシアさん、この使い方ってわかるか。ある、兄弟に伝言があってな。ってのがジョーちゃんから聞いた話だ。すげえ助かるじゃねえか。大将コーピーでしょ。とっ無事だったか。お前すげえ。それで夏希くんはエミリアさんの伝言を信じるん？こんな状況でそれでも自分の精一杯をやってくれてる。敵中で元気すぎると思うぜ、あのお嬢ちゃん。驚きました。ご丁寧に身代わりまで残していたのに。私ずっと疲れてここで休んで。冷たい。あ、冷たくない。どうしてそのまま逃げてしまわなかったのですか。もしかしてあなたは私に逃げてほしかったの？あなたと奥さんたちも大変なのにどうして。何の意味も。あなた、ここは何の集まりで、そのでっけえミーティアは何に使うんだ。この状況を変える切り札だ。なんか思いついたのかよ大将。今町はフンドの剣能の影響で爆発寸前の火薬庫状態だろ。不安しかないやろね。だからこそフンドの力は悪質だ。シリウスのフンドの剣能が町の人たちの不安な気持ちを増幅させてる。我々で人々の希望を蘇らせればいい。今度は水門を閉じたりせんかもしれんよ。開いた水門だ。なんだって俺たちが逃げる手助けみたいに水が流れて門はすぐに閉じたんだ。それに奴らはミーティアを壊さずに放置していった。そんなことして何の得は。理由なんかねえのさ。竜が足元のアリの作戦なんか気にしねえだろう。放送は乗ってもええよ。そりゃここはアナスタシアさんの出番だろう。けどうちの名前に魔女教の不安を追っ払う力はない。あんならユリウスはどうだ。君の期待に私では応えられない。それって大将がやるんじゃいけねえのか。は、魔女教に占拠された町にこれ以上ふさわしい誰かがいるもんかよ。覚えているかなスバル、君が応戦の場で大勢の騎士たちの前で啖呵を切ったことを。君の根拠のない宣言も、騎士を呪った集体も、ついには怠惰の討伐をも成し遂げたことも。君の求めに応じる者はガーフィールをはじめとして大勢いるだろうが。どんな過大評価だろ。ここにいる奴がそんな大層な男かよ。なのになんでそんなに背負わされなきゃならねえ。ジョーちゃん、エミリアだけ助けて尽くせばいい。もしやるなら兄弟、背負うのは英雄幻想だ。希望を担い、期待を背負い、未来を示して戦うんだ。兄弟の負けは兄弟の負けだけじゃ済まなくなる。私の名前はエミリア。鬼がかってますね。私を助けてくれて。スバル、スバル、スバル、スバル。じゃあいつもと変わらねえな。俺の声でどうにかできるなら俺がやる。あ、いや正直照れくさいにも程があるけど。心配してくれてありがとうよアル。おかげで覚悟が決まった。あなたが戻らないまま旦那様の怒りに飲まれてしまえばよかった。一度立てたんならまた頑張りましょう。私まだ一回も諦めてなんてない。私は小さな村で暮らすただの娘でした。そんな私をめとるために旦那様は父も母も兄弟も隣人も互いの顔と名前を知るだけの村の、彼の妻は全員同じ境遇です。ああ、ああ、マイクテスト、マイクテスト、ワン、ツー、ワン、ツー。あれ、まずは最初に驚かせてごめん。今この放送してる俺は魔女教の人間じゃない。期待させて悪いんだが魔女教の脅威はまだ去ってない。都市が水没する危険も奴らの要求も
まだ生きてる。みんな不安でいっぱいなはずだ。これを何様だって思ってる人もいるはずだ。そしてみんなに呼びかける役目も、俺には2が勝ちすぎてるって思ってるよ。弱くてどうしようもなくて、何ができるかなんてわからなくて、それでも逃げられないから戦う。もう一度聞かせてくれ。避難所に逃げ込めてるか、自分の家に隠れてるのか。一緒にいるのは大切な人か。お願いだから一人にならないでくれ。誰かと一緒にいてくれ。そして一緒にいる誰かの顔を見てくれ。今誰の顔を見た。多分ひでえ顔してるだろう。泣き顔だったり辛そうだったり。俺は許せない。許したくない。俺の知ってるこの子の笑顔は本当はもっと可愛いんだぜって。負けっぱなしじゃいられねえ。投げっぱなした格好がつかねえ。あんな奴らに負けを認めるなんて俺はしたくない。泣きそうな顔をさせるあいつらが間違ってる。だから戦う。みんなにも戦ってほしい。俺がみんなに望むことは下を向かないでほしいってことなんだ。だから顔を上げて前を向いてくれ。周り見渡してみたらきっと誰かと目が合う。それは同じ不安を抱えてる誰かだけど、弱くてどうしようもない俺がまだ諦められねえんだ。まだやれるって、まだ戦えるってそう思ってるのは違う。そうだ、違う。違うぞ。違うよな。違う。あなたの声が聞こえるから大丈夫。そばにいるのが大切な人ならその手を握って信じてくれ。みんなが折れずにいてくれるなら俺も諦めないで戦う。俺の名前は夏木スバル。魔女教は俺と仲間たちがどうにかする。大切な人の手を握って負けそうになる弱い心をぶっ飛ばしてくれ。そしたら後のことはこの俺に任せておけ。今の声は私の騎士様。あなたたちを置いてどこかに行ったりしない。あなたにも他の子たちにも幸せになってもらいたい。結婚って大切な人と一緒に幸せになるための儀式だもの。付き合ってるのに結婚できなかった人たちを私は知ってる。結婚しているのに幸せになれないなんて、そんな関係私は嫌だわ。どうされるつもりですか。結婚式をしましょう。夏希くん、車でたぶらかした面目役女やないか。夏希くんは天性の先導者やね。あとは原因そのものの排除やね。それなら鬼札が1枚加わるのはいかがですか。それとお連れしました。